今回はようやくです、長谷川の911ね、前期型をやっていきたいと思います。なんかすぐに作ろうって気になかなかなれなくて、まあちょっとね、間が空いてしまいましたけども、まあ完成品、あ、完成品じゃない、もうねアドバンカラーの方も出ていたりだとかいろいろありますけども、こんな感じですね。サイドモールのところがボコーンってへこんで、まあ多分これで厚みをこうなごまかすっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけど、厚みがねそんなにね分からなくなるようなっていう配慮かなっていうふうに思います。ボンネットが別体だから、まあ GTZ 出るんだろうなって想像できますね。でホイールはねこれね2種類入ってます。純正アルミと、これはフルキャップだったかな。ですね。よいしょ。そしてメッキパーツですね。テールランプのインナーなぁ。なんか、長谷川さんさぁ、テールランプのインナーさぁ、実写っぽくしてほしいなぁ、もうちょっと。よいしょ。あれ引っかかってる。よし。で、サイドモールとかは、ここに入ってますね。ついてますね。で、マットガードと、サイドステップ。サイドステップって言い方じゃなかったですけどね、トヨタは。サイドマットガード。って言ったりとかしますけども。よいしょ。そして、あ、シートこんな分割なんだ。こんな分割になってますね。今までにない分割。よいしょ。101レビンがね、ちょっとね、あれボディの金型だけでも、新規で起こし直してくれないだろうかっていうふうに思ったりするんですけど。で、フロアパンは、おぉ、いいんじゃない、なかなか FF な AE してない。この辺がちょっと、あれ、9系、100系と一緒だと思うから、ここら辺、もうちょっと違うかなって気はしますけど、まあ多分これはレースカー準拠なんでしょう。え、アペックスなのに、くるくるウィンドウなの、あれ、前期型ってくるくるウィンドウなの。あ、でもエンジン別体ありがたい。エンジンミッション別体ありがたい。アペックスでしょ？くるくるだっけ？で、下回りの部品とインパネとかですね。まあ実車はほぼほぼ 100% の割合で、ここは割れちゃってるインパネですね。むしろ、92とか、まあ休憩で、インパネが割れてない方が珍しいぐらいのね、そんな感じだったりとかしますけど、いいんじゃない、なかなかこの辺の造形はさすがというかっていう気はしますね。ネジ切ってほしかった。ここにネジを入れてほしかったな。盗聴性用のねネジがあるんだけど、そこが再現されてないかな。ちょっとそこが残念かな。よし。でも実写 3D スキャンしたんでしょ？ 3D スキャンしたんならあるんじゃないのかな。で、ウィンドウは前後が別になってて、これのサイドバイザーがついてて、っていう感じですね。で、ウィンドウマスクシールと、マスキングシールと。そしてデカールですね。あー、デジパネもある。でもいいねいいね。でシートのね、あれもね、一応色違いも作れるように、色違いじゃないわ、あれだよ、あの GTV も作れるような感じになってるんですね。
ここは面白いけど、なら GTV 作るか。まあまたちょっと考えながらやっていきたいと思います。マッドガードですけど、今回はまあ艶消し黒とかセミグロスブラック一色ならありがたい。ありがたいって言ったらあれだけど、そういうわけにはいかないので、まずセミグロスブラックで、ランナーについた状態でね塗りました。で、この状態でマスキングして、こうね、要はこのトヨタ車マットガードあるあるで、トヨタ車マットガードあるあるで、このタイヤの方は素地黒のままとかね、そういうのは結構ありますんで、でボディカラー、いや違う、ボディカラーの方はね、外側というか後ろ側、要は泥を跳ねない方は、ボディカラーっていう風にねするために、こうやってねマスキングして、こうやってねマスキングして、くるくるっとペタッと、こういう感じにして塗っていきます。なのでちょっと細かい部品ですけどね、こういったところも後ろの方はね、ここにゲート持ってくるのは、まあ金型のあれ上仕方なかったのかもしれないですけど、勘弁してほしいな。せっかくいい感じのモールドがあっても、結局これで消さざるを得なくなっちゃう、ゲート後の処理で見えなくせざるを得なくなっちゃうっていう、見えなくせざる、違う、モールドが消えてしまうっていう風になっちゃうんでね。でこっちの方はこう裏返してから、まずこの横のところを切ります。横のところを切っておいて、切っておいて、切っておいてから折り返して、よいしょ、でここの黒い部分をマスキングして、デザインナイフで切って、指が汚いのは気にしないで、ピッと、という感じでね、塗り分けをするためにこうやってマスキングしておきます。 GTV のデカールを貼りました。リアスポはつけません。でサイド、じゃあマッドガードもね、あれに、前マスキングのやり方やりましたけども、な感じにしたので、そちらを使います。で今回は今回というかここではですね、ちょっと内装をやっていきたいと思います。まずジャーマングレーで塗りました。で GTV ね、まあフォロワーさんから画像送ってもらって、こういう風だよちょっと教えてもらったので、1ミリ幅の、まあ、これクレオスの細切りマスキングシートですね、とアイズのミクロンマスキングテープ 2.5mm、 これを使っていきます。 2.5mm 太すぎるかな、ただ今ちょっと 2mm 切らしてるんで、
よいしょ。よいしょ。あい、いて。ピンセット細いやつ刺さるんで怖いな。ジャーマングレーでマスキングして、ここに細いマスキングテープを、太すぎるかな。このままでいいかな。もうちょっとあんな斜めか。で、1ミリ幅を、まあ細かくはね、やっぱりどうしても違っちゃうと思いますけど、まあ風ということで。太いなぁ、やっぱり太いけど、まあ風ということで勘弁してくださいよ。風という言葉でお茶を濁すスタイル。多分ね、GTZ が出ると思うんで、GTZ が出たら GTV のGTZ が出たら APEX のキットと。ニコイチしてね、アペックスのキットに GTZ の内装のデカールを貼ってってやると、じゃあ GTZ の内装の方はどうなるんだって話だと思いますけど、まあその辺は皆さんなんとかしていただいてなんとかしていただいて、なんとまあ投げやりな。まあちょっと太さが太かったりだとか、そこら辺はまあデフォルメとだからということでね、皆様にはご納得いただいて。よいしょ。で、デザインナイフの刃を入れて、ちょっと線の太さが太いので実写とは入ってる本数が違いますけど、まあ多少なりともね、 GTV の内装に近づけて。はじめね、APEX で作ろう、一番最初は APEX で作ろうと思ってたんで、シートもねそういう感じで塗り分け始めてたんですけど、いやーこれだったらね、アペックスは、の前期はパワーウィンドウはオプションだったらしいんでね。ああ、だからまあ、くるくるハンドルでもいいんだなーってことは思ったんですけど。でもやっぱり、アペックスだったらねーっていうことを思ったので。で、こうやってマスキングした上に、
やっぱ太いな、気に入らんな。でもいい太さがないんだよな。まあとりあえずこれでね進めていきたいと思いますけど、この上からもう一段階薄いグレーを塗って、やっていきたいと思います。ひょっとしたらこれマスキングし直すかもしれない。キューニーレヴィンですが、ボディの塗装でトラブルが起きてちょっと伸びてます。なんか知らないですけど原因不明の塗装クラックが発生して、うっそやろおめえっていう感じですね。下回りはとりあえずシャーシの方はね完成しました。まあこのグロメット球形は塗るのか、黒ゴムのまんまだったかな、それとも鉄板みたいな蓋があったのかな、悩ましいところです。思わずにんまりしてしまうポイント、その1、フロントストラット、まあこれもう組んじゃってますけど、のスプリングの部分がねこう台形になってる、これOK です。そして、にんまりポイントその2、この自分はこの AE のメンバーのことを、まあ、下ろすとき蝶々みたいだなってずっと思ってたんですけど、この蝶々のこのこっちの部分、この縦の部分ですね、このね出っ張り、これジャッキポイントです。でその横のねここのここ外すとエンジンマウントが出てきます。エンジンマウントを固定しているナットが出てきます。そしてこのリアのねこのジャッキポイントの膨らみ、これにんまり。まああとはそうですね、他にもこうキャリパーの形がしっかりしてる、にんまりっていう感じですね。あとはまあ最近の長谷川のなんて言ったらいいですかね、スタンダードな感じっていうことはありますね。あとこのエンジンが別体なのも、これはモデラーとしてねありがたいっていうところはありますね。このフロント、この蛇腹のところだけ焼き鉄色を塗りました。ここだけね。あとはカバーがついてるので、カバーでフラットアルミでね、塗りベタ塗りのシルバーをイメージしてます。まあ中間パイプはもうちょっと茶色くてもいいかなというふうに思いましたけど、まあとりあえず模型映えとかね、その辺のことも考えて。でフロアなんですけど、これ球形って燃料タンクを下ろさないと燃料ポンプは外せないんですね。100系110系だとどっちだっけ、左だっけ右だっけ、どっちかのこのフロアのところに穴が開いてて、でそこの穴が開いてるとか、まあもちろん蓋はあるんですけど、それ外すと燃料ポンプにアクセスできます。でここね、このへこみですけど、これはねリアシートの座面のところにこうねこう U の字になってるところなんですよ。そこをカチコンってはめ込むプラスチックの部品がつくんですよ。でそれ外すと多分こんな感じになってると思います。思わずにんまり。でまあただ今回はこのねモールドもいいんですけども、市販車ですのでフェルトを貼ります。これ、100均で売ってるシールフェルトですね。これをここのセンターじゃない、ここのね、シートレールのフロント側の取り付け部分ですね、ここに合わせて、この角も合わせて、折り目をつけます。折り目をつけたら、よいしょ、んどこまでがこれや、ちょっと待ってね。ただリアスタビの形状がねちょっと納得いかないのと、最初のねファーストインプレッションの時のなんつったらいいんだ、どこだっけ、どこだったか忘れたけど、ここはこうじゃないんだよなーっていうところはちょっとマイナスポイントかな。フロアマットではないのでね、フロアカーペットなので、よいしょ、
あ、そうだそうだ。リアルアームのリア側のところですね。そこの頭調整ネジがないのはいただけないかな。ここまで結構ねやってるのに、なんかこう思わずにんまりするポイント、にんまりポイントもあれば、なんでこここうしたのっていうポイントもあったりね、っていう感じだったりとかしますけど、まあ休憩はあれですね、自分ほとんど触ってないんでね、自分が整備士やってた頃にはまあ100系110系110系が、整備士やってたっていうか、ディーラー整備士やってた頃は110系が新車で売り終わって、まあ120系になって、110系の最終ぐらいが初回車検ぐらいの頃だったのでね、なのでどうしても知らないところは多いです、はっきり言って。メインで触ってたのは自分が乗ってたね、100と110となので、そこはねどうしてもねっていう感じではありますが、折り目しっかりついてないな、まだ。でもここまでブレーキキャリパーとかがねちゃんとした形になってるのは嬉しいですね、単純に。よいしょ。よいしょ。まあ完全に覆っちゃえるわけじゃないですけど、これだけでもねだいぶ市販車っぽさが出るかなというふうに思います。でリアの方はどれぐらいの長さかな、長さ的にはここか、ここでこうして、折り目をつけて、折り目が弱い、折り目が弱い、こっちか、こっちでやらなあかんな。こうして、よいしょ。もうちょっと幅詰めていいか。ここは幅詰めよう。今までカローラ系で出てたのって、まあ、タミヤの92トレの FXGT。長谷川の101レビンで BMAX のね92レビンっていう風で、よいしょ。 BMAX のね92レビンはね、まああれはノーマルではないので完全な比較にはならないですけど、またここでちょっと折り目をつけて、でこうなってんだからここで切っ
て、切って、そうか、センターコンソールが来るから、切って、よいしょ。よいしょ。あ、やばい、長くなってる。あ、じゃあ切りすぎた。この辺でいいのか。こんなもんかな。まあ、シートで見えなくなる部分があるので、そこの部分はね、まあある程度ざっくりでいいと思います。まあそんな中で一番今までの中で、まあ 3D スキャンしたっていうのもあると思うんですけど、一番それっぽい感じになってくれて、元 FF な AE 中としても思わずにんまりな、長さが足りねえじゃねえかよ。ちょっと引っ張り気味にしてやろうっていう感じですね。まあ、ちょっと隙間空いてますけど、まあそこら辺はご愛嬌ということで、じゃあまあこんな感じでフロアも貼りました。現状こんな感じです。GTV にしようと思って、内装もね、こんな感じになりました。ちょっと、オーディオのモールドの出っ張りが気になったので、ちょっと削ってから塗ったんですけど、それでもやっぱちょっとデカールが馴染みきらなかったのがちょっと悔しいところではあります。また、あのメーターのところはね、セミダインハイグレードで持ってレンズっぽくしています。で、下回りの時に説明するの忘れてたんですけど、この、またね、実写っぽくするためにわざわざね、これ、クレオスの RLM02 グレー、これまた用意して、塗りました。トヨタの下塗りには一番近いかなっていう風に自分は思います。で、ボディの方はこんな、ボデーの方はこんな感じです。ボデー。サイドモールが別体になってるので、それはありがたいんですが、ちょっとね、入りというか、環合が結構ピッチピチみたいな感じだったので、ちょっと裏側をね、なんつったらいいかな。裏側がこう、角がこうなってるところを、角をちょっと削り落として、はめるような感じにしてみました。ちょっとずれてんな。で、まあ、今、とりあえずちょっとテールランプつけちゃいましたけども、これテールランプのインナーの話したかなと思う、したかどうかちょっとはっきり思い出せないんであれなんですけど、これメッキで面の平らになってるのは多分ですけど、実車の方ってこの頃のトヨタ車あるあるだと思うんですけど、レンズのクリアレッドとかクリアオレンジのところの後ろに光がこううまく散らばるように、こう平らのね、白いジャミジャミが入ってる板があるんですけど、それを表現するためにツルリンとしたのかなーってことを思いました。なので、まあ、ちょっとレンズつけちゃいましたけども、そこもね、いつものこうウインカーとかの時にね、裏から白を薄く拭いて、その上から黒っていう風にしますけども、黒で塗った後にこのランプのあたりだけ白を薄く薄く薄くっていう風に縦にね、こうやって入れて、こう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 って感じで入れてやってます。このスモークもちょっと濃くしてもよかったかなっていうことを思いますが、でこれからね、ボディとシャーシをくっつけていろいろね、取り付けしていきたいと思います。ちゃんとね、この下のところも黒く塗りましたけども、ちょっとあんまり綺麗じゃないかな、塗り分けがっていう感じですが、進めていきます。あ、キーシリンダーのデカールは貼りませんでした失礼。これは塗りますっていう感じですけどね、やっていきたいと思います。
はい、AE 級にカローラレビン GTV にしたった GT アペックス完成です。 GTV にしちゃいましたね。でもこれはアペックスで組んだ方がいいと思います。どうやって説明したらいいんかな。このフロント、このモールのところどうかな。前後版、GT にしちゃうと前後ね、素地成形の黒のねやつなのでまだぽく見えるのかな。あとバンパーのこのモールの部分っていうか黒く塗る部分、このね塗り分けがねすごい微妙にねずれただけでねそれっぽさが出なくなっちゃったので、あとウインカーがね暗すぎましたね、フロントバンパーのウインカーが。っていうことを思うと、まあこれは自分のテクニックのなさと、あと急にのこのモデル化した時のこうなんだろう、まあ、例えばトヨタで言うと71マーク2とか、例えばこの92だとかってどれもなんかすごくいいんだけどこうじゃないんだよなっていうのがすごく多いですよね。でこの92レビンに関しては多分今までキット化された旧系のカローラ系、まあ例えば、タミヤの FXGT、92トレので、BMAX のね、92レビンの中では一番それっぽくなると思います。ただ、92っぽさを出すのがすごく難しいかなっていうふうに思います。だからここの塗り分けのラインがちょっとずれただけで、これもう、まあなんか92っぽくないなって自分の中では思っちゃってます。っていうことがあったりとかするので、難しい車なんだろうなってことは思います。組み立てに関してですが、ちょっとね、これね、ギアウィンド接着思いっきりはみ出しちゃったんですけど、これはみ出した理由ちょっと言い訳させてください言い訳させてください。普通にこれ前後ガラスパーツがね別体成形になってるんですよね。別になってるんですよね。で普通の今までの感じのまあカーモデルのね感じでやってたらやってつけたらなんかぴったり来なかったんですよ。でおかしいなーって思ってで最後ボディとシャーシー合体させるときに気づきました。ここのフロントウィンドウのこの後端の部分と B ピラーの内張りのここの部分、ここがパッツリくるようになってるんですよね。しかしかなりきついです、かなりきついんですけど、あとリアのここの部分ですね、このリアウィンドウの部分のここの前端部分とこの B ピラーのところ、ここもぴったりくるように成形されてます。それに気づいたのが接着剤つけて乾かして、ふーって思って、ボディとシャーシ合体させるときに、あれひょっとしてこれってっていうことが気づいて、やりました。そういうこともあったりとかしたので、まあ、それは自分がしっかりね、仮合わせというか、そういうのすればよかっただけの話なのでね、まあなんとも言えないですけど、っていうのはありますね。で、あとこれタイヤというかホイールのあのポリキャップにはめるところも、要はブレーキの中にポリキャップが入ってて、その中にそこにねこのホイールのピンをスコンって入れるような感じにはなるんですけど、そこはかなりきついです。なので足回りとかねホイールとか折ってしまわないように注意した方がいいかなっていうふうに思います。あとはそうですね、マフラーの、このマフラーカッターの部分が、この上下にゲート跡と、あと多分成形上の都合で出るかなっていう余剰部分が上下の外側に来るんですよね。で、これ別にこのキットに限ったことじゃないんですけど、まあどうしても成形上仕方がないのかもしれないですけど、長谷川のカーモデルなんか特にそういうのが多くて、で、それをね、せめてね、内側にしてくんないかなーってことをずっと思いますね。そのゲート跡が、まあ、例えば今回のこれだったら、まあ、メッキパーツなわけですけども、どうあがいても見えちゃうわけですよ。で、奥の方ならまだ分かりづらいかなーっていうふうに思ったりとかするので、そこをね、なんとかなんないのかなーってことは思いますね。で、
このテールランプの部品なんですけど、今回結構長谷川のキットっていうことなので、まあモールドも、まあ全体的にまあもともとそんなに浅く、浅いというか細いというか、そういうキットなんだってことは思ってましたし、で、白にしよう、040の白、040だったかな、多分9系だったら040だったと思うんですけど、の白のイメージだろうから、白で塗ろうとするとどうしても厚塗りになってしまったりするといけないと思ったので、なるべく薄く薄く拭くように心がけて塗ったんですが、テールランプね、結構ね、レンズ部分きっちきちです。なのでその辺をちょっと注意した方がいいかなというふうに思います。塗り重ねのキャンディーとか、まあ球形だとそんなにあんまりかなってことは思ったりはしますけども、まあちょっと珍しい純正色とかにね、したい場合は、ちょっとそこら辺を、もうちょっとここを一回吸ってあげて、やってあげた方がいいかなっていうことは思いました。まあ、あとは、ここテールじゃない、下回りね、ここずっと最後まで悩みましたけど、結局、この水抜きのところ、黒く塗りました。ゴムだったか最後まで思い出せなくて、うーんって思ったんですけど、まあとりあえず今回はね、黒く塗ってみましたけども。まあ、元 FF の AE 中だったら、にんまりできるキットだと思います。まあ、そんなにバラ、自分でバラしたりとかしない人だったら、へえ、こうなんだって思ってもらっていいです。だいたいこんな感じです。まあ、途中でも話しましたけど、リアスタビの形状が、ん?とかっていうのはあったりとかしますけど、だいたいこんな感じですね。なので、まあ今まで発売されている球形のキットの中では、まあ一番、その、下回りとかの再現とか、そういったものに関してはもう間違いないと思います。間違いない。うん、まあちょいちょい違うところはありましたけどね。長谷川さん、101レビン、ボディ金型だけ修正してくれんか。球形でここまでっていうのを思うとね、100形のね、まあ、いろいろ100形のキットは、まあ、これに比べるとね、かなりね、おいおいおい、こんなんじゃねえよってところはあります。だけど、ボディだけあれなんとかなんないかな。ボディ金型だけ修正してくれたらもういっぱい組みたいなって思ったりはするんですけどね。あれ唯一の100系のプラモデルですからね。してほしいんだけどな、無理かな。なんてことも思いながらね。もし長谷川の担当者さん見ていたら、ボディ金型だけ修正してください。あれはちょっとどうにもできなくて、唯一、いっぱいカローラ系は組みたいんだけど、100系のキット、唯一の100系なのに、あのボディで自分はもう挫折しました。っていうこともあったりとかしましたけど、ね、まあそれはまた別のキットのお話ですけども。ちょっとこれは、自分の中で、ちょっとやり直したいなって思うような感じに仕上がってしまいましたね。ということで、今回は、長谷川のトヨタカローラレビン A92 GT Apex 前期型を GTV にしてみました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。